京都 JA 会館に来ています。今日はここで京都に5人しかいないという産地育成推進指導員の会議が開かれているということですので、ちょっと覗いてみましょう。こちらで会議をされているということなんですけど、入っていいんですか？いいんですか？ありますよ。お邪魔します。ちょっとやっぱり重点品目であります水菜、それぞれの、地域の指導員さんの方から課題等をまた整理をしたいなと思います。産地育成推進指導員は京都中央会から京都府内5つのブロックに1人ずつ委嘱されます。主な仕事は産地を育て、また農家を育成することです。中端地域では、従来作っておられる方が、リタイアするというケースが、非常に多くなってきています。南端地区の京水菜の状況ですけれども、規模拡大を目指すような動きが、出てきております。そしたら京都徳仁地区水菜については京北は欠かせないというような流れがありますので、その辺を見ながら、推進もしていきたいと。今回の主人公、大島正嗣さん、この4月に就任したばかりの新米指導員です。大島さんは64歳、 JA 京都中央の常務として活躍後退任し、新たな生きがいに果敢に挑戦中です。大島さん、はい、会議お疲れ様でした。疲れます。疲れますか？どうでしたか今日の会議は？もう4月から初めてね、担当しますんで、やっぱり残り4名の指導員さんのご意見とか早く聞いて勉強していきたいと思ってますんで、夜寝られんぐらい考えますわ。やっぱりそうなんですね、はい、期待しております。期待されてもかな。ところ変わって、こちらは京都市右京区京北地区、大島さんの担当地区です。京都お得にブロックを担当する大島さんは、月に2回ほど担当地区に足を運び調査を行います。今日は普及員と特産品担当の職員、そして産地育成推進指導員の大島さんの3人で農家を直接訪問します。4月からやから、はい、でこういう助けてもらいながら経過を聞くというような形に持っていきたい。なるほど、報告を聞いて、はい、助かってます。なるほど、紳士的な紳士的ですって覚えるのが必死やから、一緒に回ってる時も結構いろんな話をしながら楽しく回らせていただいております。これからが楽しみですね。これからが心配です。心配ですか？府内に5人しかいない産地育成推進指導員、広い範囲を一人で担当する大変な仕事ですが、産地を作るお仕事とはどんなことをするのでしょうか？要は産地育成を含めた農業の指導をしてくださいということですので、特に、産地作りができてるとこはまたそれを続けていってもらう、新たなところは、そういう組織作りもしていくと。個人がされてる場合がありますし、それを組織としてまとまっていただいて、要は部会組織やね、そういう組織作りも合わせて、していくと。広範囲を一人で担当するってすごい大変じゃないですか？距離があるから、その大変、しんどいと思いますわ。まだ一番楽と言ったら語弊ありますけど、京都という国が固まってますんでね、距離が、はい、だからその辺は私は楽してると思います。楽してますか？優れた野菜を作るためにしっかりとした産地を作る、大島さんは日々農家の方々と向き合い産地作りに奔走しています。今回訪れたのは京北の水菜部会、高橋部会長のハウスです。今何ケースぐらいですか？そやね、この頃は多いでですね、だいぶ多い時8ケース、うん、でこれさけど株払うと生ば上は変のびんだな俺、
同じ時期。いや違います、違うんですやろ、うん、こいつ一番遅いやつ。あ、そうですか。こうやって見たりするのって大事だと思います。もう一番大事だと思います、ね、一番大事ですか。あの現場を見させていただくいうのはね、うんうんうん、あのこちらも勉強になりますんでね。大島さんのようなね指導員が来てくれるのって農家さんにとってはどうですか。気象計算みたいなわけにか、まあ、毎回違うさかいね、うんうん、やっぱり現地指導っていうのは必要になってくるの違いますか、うん、何が大事か言うたらやっぱり農家さんがやっぱりあの言葉悪いけど儲けてもらわな、うん、これが基本ベースですわ、うんうん、環境、保全とかいう形でみんな苦労して土作りも有機的なもん入れたり、うん、それでこんな立派なものを作っていかはんねんからね、うん、みんなで力を合わせて産地作りっていうことですね。そうです、そうです、はい、産地作りのほかにも産地育成推進指導員はブランド京野菜が規定通り生産されているかどうかをチェックする京都こだわり生産認証検査員を兼務。大島さんたちがこの京マークの野菜のお墨付きを与えるというわけですね。そんな大島さん、指導員を始めるきっかけはある人からの一本の電話だったそうです。あの中央会の会長の中川さんから、はい、あの、その指導員をどうかということで直々に話がありました。その中川会長のお誘いから、はい、葛藤とか迷いはなかったですか。ずっとありました。あったんですか。専門的な知識もいるやろうとか、はい、あのそういう感覚がものすごく感じましたんでね。うん、で果たしてできるやろうかとかいろいろ考えてみたらもうやるしかないというような気持ちになりました。ああそうなんですね、はい、あの農協から見た農家いうのをずっと見てきたわけですけれども、はい、農家と直接あの対話して判断したりすることができるということでいろいろお話も聞かせていただけるから、ね、それは楽しみにしてますね、はい、ここだけの話、中川会長に誘われる前はその退職後何かこんなことしたいとかいうのはあったんですか。何もなかったですね。あ、なかったんですか。ゆっくりしたいって、あの第二の人生やからね、はい、それから、しばらく何も考えんと、うん、自分がこれをやりたいという気持ちになったらそれをしようと思ってましたね。このお仕事をし始めて後悔はないですか。それ後悔するほどまだできてないからね。あ、なるほど。勉強しますわ。あ、はい。